はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃーです。パパスです。今日は今バラバラにしていってる LA100S ムーブカスタムさんのですね、こいつマフラーを今日は外していきたいと思います。お願いします。サキちゃんにやらそうだけど時間かかったね。大変やねこれ。とりあえずこのマフラーは、はい、これ1本もなってるから、そう、はい、うん、で、オートセンサーだ。オートセンサー、はーい。これ今バンパー外して見やすいんだけど、はい、こう上ピョッと押してもうたら、はい、下に抜けんだけど、この上から、うん、うん、ラジエーターがあるからちょっと無理かもからな。ああ、そうかそうかそうか、うん。だからまあ下からやな。はい。うん、こんな感じで。うん、こっちからは入る。はい。うん、で、まあ O2 は、はい。結構あのダイハツは潰れるから、うん、はい、ネジ山がここ、うん、ネジ山が潰れたりするから、はい、ちょっと慎重に、うん、まあマフラー交換されたからオーツも変えた方がいいかもね。うん、一緒に、うんうん、はい、あ、取れた、うん、はい、これは大丈夫や、ね、うんうんうん、うん、前の何の時ジーノやったんだ。ジーノ、うん、こいつもいける、うん、ちょっとネジいけるかな。うん、いけてますね。うん、で、まあ、まずオーツ外してもらって、はい、で、マフラーの釣りゴムがあるから、はいはい、まあ、外してしもた方がいいと思うんだけど、うん、こういう、もうちょっと削れそうな、はい、サビやったら落としても、はい、で、まずここが、はい、緩むかどうか先な確認してください、うん、ちゃんとな、はい、触媒のガスケット？何なのこれ？こっちが触媒、頭、こっちがもう、マフラーやから、マフラーをなんて言うたらいいかわからんけどな。そうか、一本やからか。せやせやせや、マフラーしか、マフラーやね、マフラーな、うん、最初まあ、ここです。はい、とりあえずこれはある程度緩めてもって、うん、はい、置いてた方がいいな。うん、あとはもう、はい、はい、3箇所だね。3箇所、1箇所、2箇所、で、後ろかな、後ろに、うん、3箇所目、これです。これはここに、はい、もう引っ掛けて、はい、下ろしていこうか。はい、まあ、どっちでもいいと思うけどな、マフラーのゴムは。はい、で、こういうやつ、まあ今結構売ってるわ。うんうんうん、これもブルーポイント、はい、あ、こっちからです、うん、よいしょ。こういう感じでこのマフラーのセンターを押したら、はい、おう、うん、ゴムが外れるんだよね。はい、まあ上か下かはまあやりやすい方で、はい、この時にこうな、ここに乗る、うん、乗るようにね、うん、はい、これはこっち側やな、うん、まあこっちできる人でもね、どっちでもいいけどね、うんうん、やりやすい方で、はい、でつける時はまあその中古とかで両方つけとったらつけへんから片側だけに新品のマフラーか、うん、これは方向ないな、だいたいこう、はい、矢印があったりとか方向が結構あるんだけど、こういう感じでバンと、うわー、荒らしてきてもらって、うん、見えてる、見
入れてるよ、うん、これがこっちだと、はい、ほう、取れた、うん、でここでもう、はい、下まで落ちるからこういう感じで、うん、で、まあ、一人でやる場合ははいこんな感じではいこういう感じ、はい、取れた、これはでも発想できへんからそうなんやな、4メートル多分超えてると思う、うん、まあ、で私のみ私のみ、まあ現状初回サービーはまあまあこれは大丈夫やろねえ、うん、まだマシやろ、よいしょこんな感じです、クロックも入っちゃうし、みんな見たいのはここやな、よいしょ最後このネジ山が潰れてない、はい、O2 センサーのネジ山、よいしょ、うん、スッス行こう、うん、全然大丈夫かな、おー、うん、はい、まあこんな感じかな、はい、対策しておいたのかな、あー、対策かちょっと強くしたとか、うん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 、鉄のあれを良くしたとか、うん、うん、ゴム、ゴムはマフラーにつけとくん、うん、ゴムはもうマフラーにつけるわ、外しとこう外してくれ、外してくれ、これはちょっと CRC つけてもらったら、はい、そう、ラスト1個ぐらい私取っていい、自分でラスト1個取ってもいい、はい、届けへんやん、うせや、届けへんやん、マジそれはチビやからよちょっと待って、あ、あれ使った、ヒンちゃん、いや、ちょっと下ろしていい、下ろしていい、うん、よいしょ、うん、OK、 びっくりした、届けへんやんと思った、足のつま先が一番力入れへんからもうちょっと下ろさなきゃ何してんねんっていう話やんな、調子乗って言ったくせにやねんほだもんやな、うん、頭打ったかねありえる、ミシャー取れた誰でもできるけどな、で次これは取り付けてから、はい、取り付けて、うんうん、そういうことね、外すよ、はい、ここに入れとくわ、さきちゃんが、何でも簡単そうに見えてるけどな硬いん、高さもあるし、せやな、もうちょい入れて入れようと思って、もうちょい入れてたら喜ぶよ、違うやん、釣りゴムをよ、いた、ほら、いたやろ、あのもうちょいあげとこ、なんとか、もうなんとか四国さんなんか喜ぶで、なんで嬉しいね、ちょっと一時コメント止まってたからまたもらえるようになって嬉しいです、あれでも動画でやっとってんけどな、何ちょっと最後の方に、うん、また放送禁止用語やっとってんけどな、ないとか言うて言うとったやろ、あ、じゃあ最初はなかったけど、うん、やっとから、あの最初はノーアダルトかなと思って心配したけど、うん、やっぱりアダルトになってよかったですみたいな感じでコメントくれた、これもちょっと最後の方までみんな分かれへんな、せやな、見たらコメントください、お願いします、じゃあ方は皆さん作業の参考にしてください、お願いします、じゃあいいねとチャンネル登録お願いします、他の動画も見てね、バイバーイ。